アルシデス・エスコバーは、ベネズエラのバルガス州、ラ・サバナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。愛称は、エスキー。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。ケルビム・エスコバー、エドウィン・エスコバー、ビセンテ・カンポス、ロナルド・アクユニャ・ジュニアとはいとこである。ミルウォーキー・ブルワーズ時代2003年7月9日に、ドラフト外で、ミルウォーキー・ブルワーズと契約した。 この時、16歳であった。2007年は、マイナーリーグで125試合、打率、306.22盗塁の好成績を挙げ、6月16日は、フロリダステートリーグのオールスターに、7月8日には、フューチャーズオールスターゲームに出場した。シーズン終了後、チーム内のベストディフェンシブ、インフィールダーと、ベストインフィールドアームに選出。 2008年は AA 級ハンツビルで131試合打率328出塁率36334盗塁7月14日はサザンリーグのミッドシーズンオールスターに8月28日には同リーグのポストシーズンオールスターに出場この間週間 MVP を2度受賞している9月1日にメジャーに初昇格し 同月3日のニューヨークメッツ戦で遊撃手の守備からの途中出場によりデビューを果たしその後の初打席でスコット・ショー・エン・ワイスから初安打を記録したまた5日にはベースボールアメリカのマイナーリーグオールスター代表チームに選ばれている2010年は前年までの声遊撃手だった JJ ハーディの遺跡 フレイグカウンセルの衰えなどの影響で、レギュラーに定着した。145試合に出場し、打率。235、4本塁打、41打点、出塁率。288を記録した。2010年オフにザック、グレインキー、ユニエスキーベタンコートとのトレードで、ロレンゾ、ケイン、ジェレミー・ジェフレス、ジェイク・オドリッジと共にカンザス・シティロイヤルズへ移籍した。 2011年2011年はロイヤルズで声優劇手を務めた。459補殺271視察守備率。980だったが、打撃は打率。254、4本塁打、46打点に止まった。2012年3月15日に2015年まで4年1050万ドルで契約を結んだ。 この年も前年に引き続き性遊撃手として出場し、打率、293、5本塁打、52打点、35盗塁、出塁率、331を記録した。守備では408補殺、242刺殺、守備率、972を記録した。2013年は、前年から一転して打率、234、出塁率、 259などと打撃成績では自己最低だった。守備では395二百222視察守備率97、979を記録した。2014年は、レギュラーシーズン全162試合とポストシーズン全15試合に遊撃手でスタメン出場し、チームのワールドシリーズ進出に貢献した。九月十三日以降は一番打者として起用され、 続けた。守備で440補二213視察守備率、976を記録した。オフの11月7日に、日米野球2014の MLB 選抜に選出された。この年に1年間のみの在籍であったが、後に、ヤクルトで、チームメイトとなる、青木のリチカが、ブルワーズから移籍してきていた。2015年は、開幕から、 不動の一番打者として定着した。ファン投票で自身初のオールスターに選出され、9番、遊撃手でスタメンに名を連ねた。レギュラーシーズンでは、ここ後シーズンでは、最小の148試合出場だったが、6年連続で、規定打席に達して打率。257、3本塁打、47打点という打撃成績を、残した。 走塁面では17投塁に終わり、連続20投塁以上は4年で途切れた。守備では417補二217視察、守備率、980を記録し、自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。ポストシーズンでも活躍し、ワールドシリーズ制覇に貢献した。リーグチャンピオンシップシリーズでは打率、478.5打点などを記録し、 MVP を受賞し、ワールドシリーズでは、第一戦の初回戦投打者として、マット・ハービーの初級で、シリーズ史上86年ぶり10人目となる、ランニング本塁打を記録した。オフに球団が契約オプションを行使し、残留が決まった。2016年も前年に引き続き、開幕から一番打者として出場した。最終的には2シーズンぶりに162試合に、 フル出場。打率、261、7本塁打、55打点、17盗塁という成績を残し、本塁打と打点で自己ベストを更新した。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。オフの11月2日に FA となった2018年1月29日に、 ロイヤルズと1年250万ドルで来高最大150万ドルで再契約を結んだ。シーズンでは140試合に出場して打率。231、4本塁打、34打点、8盗塁を記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月16日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月21日に FA となった。3月22日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。シーズンでは、参加のトリプル A 級、シャーロットナイツで96試合に出場して打率28。286、1本塁打、70打点の成績を残していたが、 球団に契約を破棄するよう申し出て、8月2日に FA となった。2019年10月30日に東京ヤクルトスワローズと契約を結んだ。背番号は2で、推定年俸は80万ドルプラス出来高。2020年シーズンは MLB で、ゴールドグラブ賞を受賞した高い守備力を期待され、開幕戦から遊撃手のレギュラーとして起用された。守備面では、 持ち前の強権を生かした派手なプレーを見せることもあったが、守備範囲の狭さを露呈した。守備指標の一つで、デルタ社の算出する、ウザーでは12球団の遊撃手として、最下位の数値を記録し、シーズン終盤には三塁手での起用も多く見られた。打撃面では、最終規定打席に到達し、273と、打率では一定の結果を残した一方で、 本類打はわずかに1本のみに止まった。11月23日、自由契約選手として公示された。2021年5月5日に、ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。加入後は、参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーし、35試合に出場して打率。274、5本類打、16打点、に盗塁を記録した。 2021年7月2日にトレードでワシントンナショナルズへ移籍し、翌3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のロサンゼルスドジャース戦にて7番遊撃手で先発出場し、7回裏の第3打席で MLB では3年ぶりとなるアンダを放った。オフの10月5日にナショナルズと1年100万ドルで再契約した。 打撃スタイルはコンタクトヒッターで瞬足を生かすことに徹している。ありがとうございます。